エステスプーン、歯ブラシ、クシなど、プラ製品12品目の有料化等を来年4月から実施に批判殺到。内容はこちら。政府がプラ製品12品目の有料化等を来年4月から実施するようです。では、記事の一部を引用しご紹介いたします。環境・経済産業両省は、プラスチックゴミ削減を目的とした新法に基づいて、スプーンや歯ブラシ、クシなど、使い捨てプラ製品12品目の提供削減を事業者に求める方針を固めた。事業者は、有料化や受け取り自体者へのポイント還元などから具体策を選ぶ。新法の施行は、来年4月1日とする予定。23日に開く有識者会議に示し、秋にも関連の政省令を定める。これまで無料で提供されていたプラ製品の多くが影響を受けそうだ。コンビニで弁当を購入した際にスプーンを無料で受け取れなくなったり、ホテルの客室に歯ブラシが常備されず、希望者だけに提供されたりといったことが想定される。これは完全に愚策ですよ。では次に、ネットユーザーの声の一部を見てみましょう。まずはこちら。スプーンが必要な商品が売れなくなるだけ。コンビニの食器だけじゃなく、ホテルの歯ブラシなどアメニティも対象なんですね。コンビニとホテルはしんどいな。またセクシーか。こいつコンビニ潰すためにやってるだろ。わら、観光業界にとどめさすのかな。スプーン業者涙目だな。製造業者の人がかわいそう。生産者も消費者も大打撃間違いなしでしょ。次はこちら。選挙か付きあるのか。こんなことやってる場合か。金持ちの上級国民様は考えることがずれまくり。国民の迷惑になることだけは仕事早いんだな。わら、次の選挙で痛い目見ろ。自民党は選挙で大敗したいのでしょうか。次はこちら。ただ単に値上げってだけじゃん。例によって効果が怪しい政策。プラを減らしたいなら効果的なところを狙え。この政策ってただ有料化になるだけで、プラゴミ削減にはつながらない気がするのですが。最後はこちら。消費税の税収が過去最高だったのはレジ袋分の消費税のおかげだからひらめいたんだるな。こういうやってる感を出すだけの政策はやめろよ。また進次郎が余計なことしてくれやがって。誰か小泉大臣の暴走を止めてください。結論、そのうちプラスチック商品が全て気に置き換わりそうな勢いですよね。そもそもプラ製品を有料化にしても、マイスプーンやマイフォーク、マイバッグ持参がめんどくさいと思う人はお金を出してでも買うのですから、結局はそんなにプラゴミ削減にはつながらない気がするのはゆるパンダだけでしょうか。とにかく小泉大臣の暴走を誰か止めてください。ご視聴いただき誠にありがとうございました。まだチャンネル登録がお済みでない方がいらっしゃいましたら、チャンネル登録していただけますと、今後のチャンネル運営継続と質向上のための励みになります。ぜひ、この機会に、チャンネル登録のほど、どうぞよろしくお願いいたします。